今日のお話は雨音のメロディー偶然の出会いあずさは仕事のストレスから逃れるためふと立ち寄った小さなカフェで雨宿りをすることにした店内は穏やかな雨音と心地よい音楽で満たされておりあずさはそこで心の平穏を取り戻し始めるそんな中 カフェの隅で静かに本を読んでいた壮太とメガ。2人は初めて会ったにもかかわらずどこか懐かしさを感じる奇妙なつながりを覚えた心の共鳴あずさと壮太はカフェで過ごすうちに自然と会話を始める2人はそれぞれの日常の悩みや夢について語り合い互いの言葉に心を開いていく 雨の音が外の世界とカフェの中を隔てているように2人の間には特別な空間が生まれお互いの存在が心の癒しとなっていくこの出会いが2人の人生に新たなメロディーを奏で始めることになるとはまだ2人は知らない静かな癒しあずさとそうたは雨が降るたびに同じカフェで会うようになった。 カフェでの時間は2人にとって日常の喧騒から離れ心を落ち着かせる特別な場所となる会話を重ねるごとに2人は互いの心の傷や過去の経験についても共有し始めるこの過程で2人の間には深い理解と信頼の絆が築かれていった雨音の中で交わされる言葉は 2人にとって心の傷を癒すメロディーとなる深まる絆次第にあずさとそうたの関係は単なる友情を超えより深い感情へと変化していく2人はお互いに対して特別な感情を抱き始めカフェで過ごす時間が2人にとって最も幸せな瞬間となるしかし この新たな感情に対する不安と期待が複雑に絡み合い二人の心の中に新たな葛藤を生み出すそれでも雨音に包まれたカフェでの会話は二人の間の不安を和らげ絆をさらに深めていく心の解放あずさとそうたは 互いに対する感情を自覚し始めると同時にそれをどう表現すべきかについて悩み始めたある雨の日2人はいつものカフェで心を開きお互いへの本当の気持ちを語り合うこの心の解放は2人にとって大きな一歩となり彼らの関係は新たな段階へと進むお互いの深い理解と愛情を確認し合ったことで 2人の間にはかつてないほどの信頼感が生まれる新たな始まり心の解放を経てあずさとそうたはお互いに対する愛情を深め2人の関係はより確かなものへと成長する雨が降るたびに訪れたカフェでの時間は2人にとって大切な思い出となりお互いを理解し 支え合う関係の基礎となった2人は共に歩む新たな人生の始まりを感じ雨音のメロディーが奏でる希望の調べに耳を傾ける永遠の調べあずさとそうたの間に芽生えた愛は時間が経つにつれてさらに深まり2人は共に過ごす未来を夢見るようになる。彼らは 互いに対する深い愛情と支えがあればどんな困難も乗り越えられることを理解し一緒にいることの喜びをかみしめる雨音のメロディーは二人の愛の調べとなり彼らの心に永遠に響き続ける「雨上がりの約束」地が立ち「血がたちあずさとそうたはそれぞれの夢を追い続けながらも」 常にお互いを思いやり支え合っていた彼らの関係は雨音のメロディーがもたらした出会いから始まったがそれは2人にとって人生を豊かにする大切な旋律となった雨が上がり空が晴れ渡ったある日2人は再びカフェに立ち寄り過去を振り返りながらこれからの未来について語り合う彼らの物語は、 雨音のメロディーに乗って新たなショーへと続いていく。